はい、やほまる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 。そう、ということで今日もやっていこうかなと思いますが、今日はみんな、じゃあ今日はみんなにちょっととっておきのね、これやったことあったっけ、カニ取ったの見せたことあったっけ。これで今日は初めての子、秘密兵器持ってきたからね、秘密兵器持ってきたから、みんな秘密兵器でね、何でカニを捕まえるか、これ私も考えてきたんで見せてあげるよ。前は網でやったけど、今日は使うのはなんと、なんと、パンティストッキング、略してパースト。これにさかなクンを入れてカニを捕まえていこうかなと思ってる。パーストくん、キシリトール加工やで、これキシリトール加工でひんやり爽快やって。パンティストッキングを使っていく。パンティストッキング、あーやだー、ハレンチやだー、ハレンチ。確かに男の人こんなん買うのちょっと嫌やな、抵抗あるんちゃう、これなんか女装でもすんのかこいつみたいな思われるやろ、こんな男がこんな買ってたら。確かにこれちょっと、確かにあれやな、ちょっと恥ずかしいな、男の人これ買うの。ごめん、そうなん考えてなかったわ。これに今日はこいつトライアルで買ってきたから、これ大阪府産のイワシ、これをぶち込んで沈めてちょっと放置してカニカニくんを捕まえていこうかなと思ってる。うん、さあじゃあやっていきましょうか。じゃあ行こうか。よし、来ました。うわ、えぐ、さあ、カニカニか、カニカニか、カニカニくん、どこだ。うお、結構きつい。カニカニくん、見えてる？これにパンティストッキングを使ってこれね、入れていきます。で、かぶりますで、おもんだ、おもんだ。とりあえずこの石をここに入れて、すぐ破れそうじゃない、これ。なんか嫌ないけど、嫌ないかもしれない。こうしてててる。何度も。ああ、冷たい。なんやろ、なんや。なんやね。こうして放置しとくだけ。あ、もうやってきた、もうやってきてる、カニが。早い早い早い。ここにこうやってね、くりつけて、もう待っとくだけ。これで大丈夫。10分ぐらい待てばいいんちゃう、これ。
ぐらい。こんにちは。タコ？タコ？釣れる？釣れる？2匹！すごい！お！じゃあ投げました。なんて？水温高いからな。でも 2匹釣れたらすごいね。リボンどっかで見たことある？私見たことある？ あっこでタコ、あ、そうそう、あっちでタコ釣りしてる。そう、あっこ釣ったよ。そうそう、やってるやってる。あ、パン屋のお嬢さんやな。めっちゃ知ってくれてるやん。ありがとう、頑張って。よし、日陰に入ったぞ。シェアやるか。シェアやるか。これで。よし。ちょっとじゃあここに置かせてもらいます。何を取ってあるんですか？あ、カニ。ストッキング好きのカニたち、やばすぎやろ。これはえぐい衝撃映像や。収穫していきたいと思います。逃げてる逃げてる、やばいやばい。うわ、行く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 、いや行く、なんじゃこれ。行く行く、すごいな、めっちゃ群がってきた。見て、よく見たらほら、小魚を食べてる、こいつ。どいつ？ん？この子らみんなな、よう見たらな、小魚食べてんねん。この中、これな、魚入れてんねん、パンストの中に。それにな、いっぱいな、食ってくんねん、カニが。ほら、食べてる。これも見て、食べてる食べてる、ほらこれ見て、食べてる。あ、逃げた。ほら、もううじゃうじゃやで、すごい、えぐ。いや、見て、めっちゃおる。見て、めっちゃおる。取ったー。
よし、じゃあみんな釣り場向かうか。